はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。7月の月間ベストフラワー賞のパート2をここで発表したいと思います。では、ね、早速いってみましょう。まずこちらが永井久美子さんの作品です。こちらの作品はこの向かって右側に出てるベルフィニウムからずっとこうギガンジウムのこれサマードラマという多分ものなんですけれども、それとピンクのバラ、そして、ブルーに染めた霞草、そして左側にこのグリーンのワークしたグリーンの流れになってるんですよね。この左側のグリーンのワーキングが素晴らしいんですね。ここがもし普通にこうグリーンをスッとドラセナとかで流してたら、多分ねすごい印象的ではなくて右側に向かって右のデルフィニウムに負けちゃうんです。それが左側にワーキングしたグリーンを入れてることによってこの左右のバランスがものすごくいい花束になってます。この辺りが絶妙で、今回ベストに選ばさせていただきました。とても素晴らしい作品です。おめでとうございます。次、こちらはすいません、先月選ばせていただいた寺内純子さんの作品です。寺内さんの作品なのに僕がちょっとお名前を間違えて、出してしまったんですね。なのでもう一度ここで発表させていただきたいと思います。寺内純子さんの作品で、こちらやっぱりこう向かって右から左に流れるこのラインですね。このラインの中にこれ多分前回も同じことを言ってるんですけど、この違う動きが刃物で入ってきてるんですね。この辺りがこの絶妙なんですよね。この入れ方を間違えると多分すごくこうアンバランスな作品になってしまうんですけど、このねカーブの入れ方がすごい絶妙なんで、この右から左へ向かってのフォルムの中にスッと違うラインが入ってきてこう魅力を出している、すごいね素敵な作品です。おめでとうございます。寺内純子さんの作品でした。次、こちら石田美希さんの作品です。こちらももうまさに上に出てる、これはあれからしのワーキングした、ものなんですけれども、これあれかやしって、皆さん知ってる方は知ってると思いますけど、すごくこう単調な動きですよね。だからあえてこう作品にあれかやしを使ったりとかしない人多いんですけど、あれかやしって使い方によってはものすごくかっこよくなるんです。でこの作品まさにそうですね。この使い方だったらもうあれかやしじゃなかったらできない、ワーキングですし、もうほんとあれかやし1枚でこのサマードラマとかバラとかね、ちょっとこう印象的な花を一気にこう左側に向かって左側に印象を持ってこれてるんですよね。このワーキングが素晴らしいですね。はい、とってもこうテクニックのある素晴らしい作品でした。ありがとうございます。石田美希さんでした。次に増井佳代さんの作品です。こちらもですね、同じなんです。向かって左側に刃物のワーキングがあって、右側にはシンピジウムとピンクッションですよ。シンピジウムとピンクッションってものすごく強いお花です。印象の強いお花なんですけど、それをこの細いラインをワーキングすることによって完全に向かって左側に印象づけられてるんですね。このね対比、そして下ブラックリーフじゃドラセナですね。ドラセナブラックでこうつなげてるんですけど、その辺りの色の配置とグリーンのワーキングとね、素晴らしい作品ですね。本当に、とてもテクニックのある素晴らしい作品でした。おめでとうございます。次、村上真由美さんの作品ですね。こちらも刃物のテクニックですね。これねモンステラをねこう半分、要するにこうモンステラって面で見せたくなっちゃう人が多いと思うんですけど、それを面で見せないであえて半分にこう折り込んで見せてる、そのためにこうシャープなラインが出てる、そのシャープなラインにこの乳菜蘭かな、乳菜蘭違う乳菜ではないか、ちょっと確定できないけど、その刃物のとここのダブルの指ですね。ダブルの指の持ってきたか、フォルム、要するにこの1本出てるこのラインの葉っぱありますよね。このラインの葉っぱがこの色の中でものすごく効いてるんです。なんかおしゃれとかね、すごいこうひしひしと伝わってくる作品ですよね。まあ、本当にこうラインとこの花材の動きと力のバランスが素晴らしい作品でした。ありがとうございます。村上道彦さんの作品でした。次に村田由美さんの作品です。こちらの作品はこうハスの実の向きですね。それからこうパニカムってすごいこう難しいんですよ、実は。この葉っぱを取っちゃうとただのこう線になっちゃうんですけど、この葉っぱつけておくと葉っぱが結構デレデレしていて、作品自体の締まりが悪くなるんですよね。ただ今回この葉っぱの動きまでものすごくこう計算されていて、こうすごいね、繊細なアクセントラインになってますね。この辺り、そして下の強いね、結構強いお花を使ってるんですけど、でそのパニカムで結構広い空間を使うことによってその強さをこう打ち消していくというね、素晴らしいテクニックですね。はい、こちらもテクニックがこう見える素晴らしい作品でした。村田由美さんの作品です。はい、次にこちら内川素子さんの作品が2作続きます。今回ね、7月ベストフラワー賞、ものすごいこう皆さんなんだろうな、レベルの高い作品揃いで、ここに選ばれてない方もものすごい作品のレベルの高い人いっぱいいたんですけど、その中で2作入ってるところがものすごいです。はい、まず1作目、これブドウ、まあ、2作ともブドウ、花材はね、同じような花材を使ってるんですけれども、全く違う2作になってます。1作目はこちら一点集中型の作品なんですけれども、ブドウとこのデンファレって難しいんですよ、花材。デンファレって本当難しいです。あえて僕あんまり使いたくない花材の一つなんですけど、そのデンファレをものすごくこう絶妙に一本使いでラインをうまく使ってますね。それも下にブドウとかユリとか結構強い花材を使ってるんだけど、もうこのデンファレをね、この花を間引いてます。花を間引いてラインをうまく作ってるんですね。ここね結構重要なんです。みんな普通デンファレって花がいっぱいついてるからデッて使っちゃうじゃないですか、使いたくなるじゃないですか。でもそうするとこのわびさびみたいなものは出ないんです。あえてこの花をわびることによって出るわびさびっていうのがあります。そこがすごいテクニックなんですね。そのあたりやっぱり一本の花に集中していくこの集中力っていうかね、それがある方なんだなと思って見てます。とても素晴らしい作品でした。はい、次にもう1作、内川素子さんの作品、こちらはまたブドウとデンファレを使ってるんですけれども、今度はデンファレとオンシジウムが上で交差してますね。で下に縦型縦円型でブドウとかトルコヒョウとかのこう遊びをアップダウンの遊びがあります。この遊び感がすごく良くて上の交差が良かった。この空間取り、それから下のアップダウン、花材の配置、どれとっても素晴らしい作品でした。こちらが内川素子さんの2作品です。両方とも素晴らしい作品でした。おめでとうございます。次に二瓶美恵子さんの作品です。こちらはこう雰囲気ですね。かすみ草と、スマイラックスとバラの作品なんですけど、この雰囲気、あとかすみ草の上のライン取り、まあこれ小作だとそんな大きい作品じゃないと思うんですが、ちっちゃくてもこんなに見せられるんだよっていうところが、で主張するんだよっていうところがすごく伝わってくる素晴らしい作品です。パッと見すごい目を引きました。はい、雰囲気の作品ですね、だと思います。この雰囲気ってとても出すの難しいんで、特にねこういうことをすると雰囲気のある作品ができるよっていうその明確なものはないんですけど、持って生まれたものだと思います。なのでその自分の持って生まれたものをこう作品に生かしていくっていうところが素晴らしいですね。これからも頑張ってください。ありがとうございます。はい、最後にですね、こちら、野呂田和子さんの作品ですね。こちらは結構花材が集中して持ってます。ただミツカンサスのラインの絶妙な動きで、この下の次の花を全てこう優しくカバーしていきますね。このアップダウン、花のアレンジってアップダウンは結構重要だって僕いつも言うんですけど、そのアップダウンがすごくうまくできてる作品なんです。その中に含んでるグリーンと赤のコントラスト、グリーンと赤の使い方って結構アレンジではあるんですけど、この赤の使い方がうまいですね。表に出してこないと奥の方に使っているところがうまいです。とても技ありの作品になっております。おめでとうございます。はい、これで7月の月間ベストフラワー賞が全て揃いました。今年もね、とても素晴らしい作品揃いでした。単行本の、が10月に出るんですけれども、その単行本の編集の、ちょっと調整で、ベストフラワー賞の発表少しずつずれてますね。このまますぐに8月の発表にも入っていきたいと思いますので、また見てください。はい、ではですね、また次回お会いしましょう。See you next time。ベストフラワー賞でした。皆さんおめでとうございました。